バレンヌはイタリアのつなぎが速歩競争用競争馬。イタリアにとどまらず、フランス、北、アメリカ、北欧などでも活躍した。イタリア国内での人気は非常に大きく、イルコピートのとの相性で親しまれた。ドライバーはジャンパワロー・ミニッチー。体高166センチメートル、体重580キログラム前後という相当な大型馬である。 デビュー戦は1998年にボローニャで行われた思想、早くから頭角を表しており、その年のデルビーイタリアーノを制した。その後イタリア国内で最強馬として競争生活を送るとともに王政に遠征をもこなし、足掛け5年にもわたって世界各国を渡り歩いた。走った国は7カ国にも及び、そのすべてで勝利を収めている。 特に2001年の活躍は特筆すべきもので、イタリアのロッテリア大賞、アメリカ合衆国のブリーダーズ・クラウン、スウェーデンのエリドロップ、フランスのアメリカ賞といったつなぎが速報競争が、盛んに行われている4カ国それぞれの最大競争を制し、カナダの重要レースであるトロットモンディアルにも優勝した。2002年9月28日に引退。2006年現在、 15000ユーロの種付け量で共用中。レコードも多数記録し、代表的なものに2002年フィンランドで行われたセントミシェルにて記録したトロット1マイル1分51秒5がある。全73千62勝で勝率は85%。これほど多く走った馬にしては極めて高い数値と言える。ボーナスを含んだ獲得賞金は 日本円に換算して8億円を超えており、これは2005年現在トロッター系の競争馬として世界記録であるとともに、サラ系を含めたヨーロッパ記録でもある。生まれはイタリアフェラーラ県の町コッパーロ。名付け親は生産者アレキサンダービアーニで、イタリア大使館があるフランスパリのバレンヌ通りに、ちなんだ名前である。母ヤルマーズはイタリア産。父ワイキキビーチは、 アメリカ合衆国産のスタンダードブレッドでバレンヌの活躍により2001年アメリカのトロッター種母バランキング3位になっている。ソソフスピーリークラウンは近年で最も成功した種を馬であり、1984兆1985外1987系1988兆1989億1990万1992年。 トロッターリーディングサイヤーを獲得。ありがとうございます。